こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は人外に静観を楽しむです。人外とは俗世の外の意味、権勢、名誉、財産などから超然としていれば世間のど真ん中にあっても人外である。喧騒の中にあっても一服の茶に心和めば人外である。しかし静観とはより徹した境界を言うのであって、俗事のみならず悟りですら忘れ果て悠々自適の生活を楽しむことを言います。現代のから人外に静観を楽しむを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。